三の丸伝は、安土桃山時代の女性。織田信長の娘。太閤、豊臣秀吉の側室。全関白、二条、秋実の継室。信長の養女で同じく二条秋実に嫁いでその側室となった迫の方は別人とされるが、法名が一致している東照斎は不明な点が多い。母は信長の嫡男、織田信忠の乳母であった慈徳院であると言われている。大雲院の開山で、長光院の開祖である、妙心寺56世、九天相違は母方の叔父にあたる。豊臣秀吉の側室となったが、その経緯や時期は不明。伏見城三の丸に住居を与えられて、三の丸伝と称されたということから、嫁いだのも築城時期と同じ文禄年間であろうという説がある。本能寺の変の後、異母姉である宗院の夫、蒲生氏郷が引き取り、その養女としたとも言うが、氏郷の妹、三条殿も同じく秀吉の側室であり、おそらく共に人質として秀吉の元に来て側室とされたと考えられる。確かな資料に初めて名前が出てくるのは、慶長3年3月の第5次の花見の記述であり、三の丸伝は4番目の古史にて花見に参加した。語句として随従したのは、平塚為広と片桐勝元で、側室の序列としては3位だった。同年8月に、秀吉が没すると、その供養のために、妙心寺に、逍遥院という達中を建立した。正確な時期は不明ながら、慶長4年の喪が明けた時期か翌年頃、正室を亡くしていた、摂関家の二条秋実と再婚した。慶長7年に、美保院義円に樽や紙、布などを送ったという記録がある。慶長8年に死去した。法号は、逍遥院蓮華厳、清春大禅定に。墓所は、京都の妙心寺。妙心寺の塔頭、雑景院に肖像画が残されており、没後間もなく描かれたものと思われ、豪華な小袖の内掛かり姿から当時の風俗が知られる。ありがとうございます。